佐々木聖堂は日本の市民マラソンランナーの先駆者。1973年59歳で日本の市民ランナーとして初めてボストンマラソンに参加。また1976年に62歳で日本人として初めてホノルルマラソンに参加。富士登山競争で富士山を駆け上る佐々木聖堂ボストンマラソンに参加できた経緯当時。 海外で開催されるマラソンは、日本陸上競技連盟によって選考をされた選手のみが参加できるシステムになっており、一般の市民ランナーは参加する糸口がなかった。ましてや、佐々木聖堂はマラソンを55歳を過ぎてから始め、陸上選手としての実績もなく、とても参加できる状況にはなかった。ただ、1967年から開催された大梅マラソンや、 陸上選手しか参加できない別府を置いた毎日、マラソンなど国内の大会においては様々な大会で感想の実績は持っていた。しかし、佐々木聖堂はマラソンの死であった山田慶蔵が優勝を飾ったボストンマラソンへの参加を実現するためにボストンマラソンの運営事務局に直接ラブレターを送り、ギップを勝ち取ったという手紙の内容はわからないが、 信念を貫く強い気持ちが参加を実現させた。マラソンを始めたきっかけ50歳頃まで体重96キロ、酒は1日に一生、ビール10本、タバコを100本吸い、52歳で糖尿病を患った。禁酒、禁煙、現職、歩くことを決意し、1日後から6時間歩いた。わずか半年で体重は48キロまで落ちた。 近所のうなぎ屋の女将が、ねえ、あんたに似た、太った人、この頃見かけないけどどうしたのと聞かれ、自分だと答えると、あまりの姿の変化に自分だと信じてもらえなかったと、言う。その後、山田敬造氏らが主催する、ランニング講座を受講し、マラソンに取り付かれた。トレーニング毎日歩き続けた後、ランニングに行こう。55歳頃から、朝、夕の2回、 10キロずつ走り、生涯欠かすことはなかった。鉄の意志を持つ超人、山田慶三に、この人ほど強い意志を持った人は、珍しいと言わせた人物だった。一度決めたことは、終えるまで変えない。ボストンマラソン10年、ホノルルマラソン10年連続出場を達成し、その後も多くの高齢記録を残した。55歳頃から80歳頃まで、月1回のペースで、 フルマラソンに参加した。年齢は開催年から推定年齢を算出したもの。当記録は現在の残る参加記録のみを掲載。山田慶蔵、鬼太鼓座、ロバートリード。ありがとうございます。